フラワシとは、ゾロアスター教における精霊、下級神。円環に、翼と音足と人物がついた図像である。ササンチョウになると、翼はなくなっていき、簡略化され、円環に細長い普遍がついた図像に変化していく。ペルセポリスのフラワシのレディーフフラワシは、アベスター語系で、パフラビー語ではフラワルド、または、フラワフルという。この世の神羅万象に宿り、 あらゆる自然現象を起こす霊的存在である。フラワシの宿るものは善なる存在、宿っていないものは悪なる存在とされた。フラワシは人間にも宿っている。人間に宿る魂のうち、最も神聖な部分が人間のフラワシなのだという。また、人の誕生後、常にその人と一緒に行動し、人がことの善悪、聖者を見極め聖堂を進むことを助け、 死ぬまで一緒にいるとされる、ソレイイコール守護霊ともされた。古代イランでは、一年の最後の10日間に特別に、フラワシを祀る期間があり、この期間には、各々の家に、縁の深いフラワシすなわちソレイが集団でやってくると、され、火を焚いて迎え入れて祭る行事を行う習慣があった。一説によると、これがインドに伝えられて、裏本の起源になったとされる。ありがとうございます。